じゃない、目って結構まぶたか皮膚弱いじゃないですか割と。それでめちゃくちゃ乾燥しやすくて、そうだからね、二重がバグる時期に入りました。お顔の感じがいつもと少し違うようなって言われてるやろ、言わないでください。二重のあれがおかしいんですよ今。そう、二重が広くなっちゃってるんですよね。痛いんですよこれめちゃくちゃ。なんかね、洗顔とか化粧水とか乳液した時にめちゃくちゃ染みるんですよこれ、目が、二重が。だからいつもうわ痛いってなりながらもだえてます毎回顔洗う時。全然いじってないね。そう今二重が広くなってるだけで。失礼ですよ、すぐそうやって顔いじりましたかとか言ってくるの。言葉気をつけてください。あ、今来ました、ありがとうございます。カロコンしてます今。そう調子悪いとね、なんか二重よりも二重になる。まつげの調子はめちゃくちゃいいです今。そうドローンは公演が終わってからやりました。ハイライトえぐ、ゆずってきてる。私の視力は2です。めちゃくちゃいい。目充血してる確かに。髪色落ちてきましただいぶ。そうちょっとずつね、あの光が当たったらちょっとずつ茶色が見えてきたんですよね今。視力落ちたことないです一回も。めちゃくちゃ携帯近くで触ってるけど、顔の近くでこうやって普通に見たりしてるけど、目は疲れるけど、うん、視力落ちることはないですね。カラコンは指原さんのあれを使ってます、ストロベリークォーツ。はじめまして、はじめまして、ヤッホーって来て、ヤッホー皆さんお元気ですか。ヤスタ全然ですよ。そうまつげめちゃくちゃ今綺麗に上がってます、嬉しい。結構ファンのこと見えてそう。どういうこと？公演とか出てはめちゃくちゃ見えますよ。マスカラはあのアカリンさんの B アイドルを使ってます、茶色。まつげくしてないです、もう地まつげですこれ全部。ただいまつられそうです、あってきてる、つられてくださいいっぱい。マツパはね、あのいいとこと悪いとこほんまに分かれるからちゃんと選んだ方がいいと思う。明日もテスト頑張って。あ、未来も視力2位なんや、知らんかった。
久しぶりナンバ行きたい。ぜひ遊びに来てください。コロナが落ち着いてからでもいいので。あかりさんのマスカラもめちゃくちゃいいです、ほんまに。そう、発色もいいし、まずカールが落ちひんし、で私が使ってるあのまつげ下地もカールが落ちないんですよ、全然。私はあのエマーキットで伸ばしました、まつげを。で、あの繊維が入ってるので、多分あかりんさんのマスカラはそれで、あの何伸びてます。耳大きい、分からん。こんばんは、こんばんは。前髪はね、めちゃくちゃ前に自分で切っちゃいました。でめっちゃパッツンになっちゃって、エマーキット色素沈着線よ。まつげ上がって羨ましい、嬉しいです。うん、前髪切るのめっちゃうまいやって、ほんまに。マツッパ無料でしてもらったけどめっちゃ良かった、ほんまに。ゆず、あ、でも無料っていいな。ゆず、なんか割とさ安いとこでしてもらったんよ。そうだから、なんかあの二重幅に刺さっちゃって、でもそっからねめちゃくちゃ絡まっちゃったんですよね、まつげが。この間ね、未来としてたんですけどね、見てください、これゆずの大好きなおもちゃ、昔からもうこれ大好きなんですよ。知ってる？これみんな、バルーン。眉毛の上まで切ってしまった時ある、マジ？くさ。もうこれ私めちゃくちゃ大好きなんです、このおもちゃ。知ってますか？これ皆さん、やったことある？これ昔から大好きで一生やってました。でこの間コンビニ行ったらたまたま見つけたんですよ、これを。そう、奇跡的に見つけて、そう、私これほんまにもうね、もう大好きなんですよ。そう、これほんまに好きです私。そう、駄菓子屋とかで売ってるやつ。空気入れて、あ、イエーイ。あー、かわいい、かわいい。これめちゃくちゃ好きなんですよ、これ昔から得意です。バンバン、めっちゃ反射してる。もうこれほんまに大好きなんですよ私、これ。そう、昔から大好きで、そう、一緒やってました。これ食べれないですよ、なんか割れへんシャボン玉みたいな感じかな、感覚で言ったら。そう、ほんまに好きなんですよこれ。私マジで昔ずっとやってた記憶あるもん。
やばいやばいやばい。あ、いけた。大好きですこれ。映ってる。うまい、ほんまに。これ大好きなんです、ほんまに。そう、やったことない、絶対やってほしい、これほんまに。あのプチバルーンって書いてるわ、こういうね、液体をこうやって、あ、猫の毛やんと、こうやって出すんです、こうやって液体を。で出したらこの棒にこうやってつけます。割れた。これ私コンビニで買いました。これ何配信、いやほんまにそれ何配信、これじゃあもうちょっとやってもいいですか、ちょっとやっぱハマってしまったな、これ。はい、来たー、はい、来たー、はい、来たー、イエーイ。これほんまに好きなんですよ、私も。アンチの顔にバーン。イエーイイエーイ。あ、ラブって書いてる。イエーイ。これめちゃくちゃ好きなんですよ。お、すごい、何これ。今の何、リップみたいな、すごい。そう、これでね、昔遊んでましたよ、く。皆さんもぜひやってみてください。これ音がいいんですよ、ほら、割れたらこうなります。これはね、昔よくやってましたね。なんかいつやろ、中学生の頃までやってました。で、高校入ってで、たまにやるぐらいみたいになって、んで最近未来、なんで未来や、最近なんかやりたいってなってやり始めました。あの、丸めたらこうなります。
もう私これほんまに好きなんですよね。じゃあ皆さん何か質問ないですか？急な質問コーナー。あれ？ねえ、膨らませる棒どっか行ってんけど。あった。何かありますか質問。今日はなもうほんまに1日オフやったから、まず1回8時頃に起きてで寝て、で10時に起きて寝て、ほんで12時に起きてお昼ご飯食べて、でちょっと3時ぐらいまで昼寝して、さっき起きてメイクしました。チーク菓子はね、ねるねるねるねか、あのなんかグミみたいなビョーンって伸ばすやつが好きです。そう、最近見た夢な、今日さほんまにわけわからん夢見てず、ほんまになんかみたいな夢めっちゃ見た。1回目どんな夢か覚えてないけど、2回目がその NMB 全員で韓国に旅行に行って、でそれでなんかすごいなんていうの、お寺みたいなとこに泊まったんよみんなで。そうお寺みたいなとこに泊まって、んじゃあなんかよくわからへん男の人たちがめちゃくちゃ追いかけてきてて、でもなんか人間やねんけどゾンビみたいな感じやねんか、ちょっとよく分からへんねんけど生態が、なんかもう人間や、見た目は人間やねんけどなんか捕まったらあかんみたいな、その人たちに。でゆずらはそんな知らへんくて、普通に韓国旅行として NMB 全員で韓国行ったのに、そう急にそういうのなんか始まりだして、でその人たちから逃げなあかんみたいなんで、でなんかホテルがあんねん、一人一人部屋がちゃんとあって、で部屋がちゃんとあんねんけど、そこにはその男の人たちは入ってけんへんねん、その人たちは入ってこえへんねんけど、そうなんかやっぱさお腹減ったりするやん、でお腹減ったりしてみんなご飯はちゃんと外にある食堂に取りに行かなあかんねんけど、そこを出る時もなんかほんまどこかしらにはおんねんか、その人たちが。でゆずアンチュさんとそれを一緒に取りに行ってたらおって、でなんか人間やのに噛みついてくるねやんか、その捕まえるためによく分からへんけど噛みついてきて、ゆずがその人の頭に何かかと落としてして逃げる夢を見ました。それを2回2度目した時に見てん、それを。で3度目した時にその続きの夢を見てました。私はでそっからなんかちょっと寝るの怖くなって起きてました。何これ、そうかかと落とししてすぐ逃げました。他にありますか、なんか。そう夢の続きってなかなか見れないですね。私も久しぶりに夢の続きを見ました。見に行きた映画、なんやろ、特にないねんけど、前公開してたさ花束みたいな恋をしたこれなんかめちゃくちゃいいって聞いてたから見に行きたいなと思ってました。昨日の公演の髪型は自分でした。あ、決めたってこと？そう、自分で決めました。変な韓国ドラマ見てない。今何か告知できる情報ありますか？6月21日の週刊ブレイボーイさんで、はい、グラビアを載せていただいてます。
MV の裏話はあのマネージャーさんがそのショッピングモールの中に猫のパンが売ってて、食パンが、それを買ってきてくださいました。スブブカさんもね、まさか2ヶ月2号とも乗せていただけると思ってなかったので楽しみです。ブブカさん7月号皆さんぜひ見てください。そう、まさかね2回とも乗るって思ってなかったんで、私もめちゃくちゃびっくりしました、ほんまに。こんばんは、こんばんは。多分前回の未公開ショット的なやつやと思います。皆さんありがとうございます、いっぱい見てくださって。ほんま途中から試験じゃなくなってる。なので皆さんぜひ見てください。ブブカさん載せていただくので、いやびっくりよな、ほんまに、まさかまさかで。楽しみが増えて仕事頑張りそうです。頑張ってください。モチとのグラビア楽しみ、私も楽しみです。どんな感じになってんのか。髪は伸ばしますよ、もちろん。だからもうちょっと、ほんまにもっともっともっと長くなったら、あのボブぐらいにしようかなって考えてます。撮影楽しかったです、めちゃくちゃ。もめバージョンも今日の感じ好きやと、ほんまに前髪ね。でもマネージャーさんじゃメイクさんが言ってくださいました、おまめめっちゃいいって、 DMM でもめっちゃ良かったって言ってくださいました。ありがたいです。最近見てるアニメかないです、全然何も見てない。逆におすすめ教えてほしいもん。 MV って撮影するのでいうくらい時間かかるの？ MV は朝から夜ですね、大体。嬉しい、前髪重め好きって言ってもらえるの。そう、21時間ね、さやかさんラジオがあるので、そのちょっと前に終わろうと思います。あーでも唯一見てるアニメって言ったら、あのねえっけな、ちーまる子ちゃんですね。そう、前髪めっちゃ伸びるの早いんですよ、今巻いてます。だからさやかさんグラビアのホックした？してないです、何も。あんまね しなかったですね、他のメンバーにも。グラビアのホック、
そう、前髪伸びるのめちゃくちゃ早いんですよ私。いいのか悪いのか分からへんけど。今前髪伸ばすか悩んでるけど、ゆずの見たら切りたくなってきた。ほんまにアイメイクしてますよ。あかりさんにも何も言ってなかったですね。ほんまにほとんど言ってないです、メンバーにグラビアすること。コジリンとかミライたちには言ってたけど、ココナとか言ってたけど、ほとんど言ってないですメンバーに。すぐ割れる。他にありますか何か。後でまたやろうこれ楽しい。あともう一個あったはずやねんけどなくなった。かわいいやつありがとうございます。前髪シースルーはしないの。今はしないですね。なんだこれ、閉まない。閉まった。よいしょ。本田ひとみちゃんはいやあんま喋ったことないですね。私どこでも寝れちゃいます。ゆずちゃんもラジオ番組なんだ、星マークになってる。ぼやっと見つめる目が可愛い。どういうこと。谷口めぐさんは仲いいですね。結構お話しさせていただきます。口の色なくなってきた。めっちゃ忘れちゃった。今日の本田ひとみちゃん涙の表面張力は、あ、見ました見ました。やっほーやっほー。目が素敵やってあんま言われたことないな。初見です、ありがとうございます、嬉しい。私ティントあんま使わないですね。ティントね全然いいんですけど、カサカサになっちゃうんですよティント。あ、ラジオ番組やるとしたらどんな番組したい。あんま決まってないですね。そんな特になんか楽しくできたらいいかなと思ってます。ほら今日は一段と二重幅広いと言ってる。やっぱそうですよね。めちゃくちゃ乾燥してて今、さっきも言ったんですけど、そうめちゃくちゃ乾燥してて今。ほら、猫飼ってますよ。そう、乾燥してるとね、二重がめちゃくちゃ広くなっちゃうんですよ私。まぶたがよくかぶれるっていうの、荒れる、荒れやすくて、そう、それでおかしくなっちゃうんですよ二重が。もう仕方ない。これは
それか今なんか何やったっけな、何やったっけな、なんかねイソフラボンみたいなやつで目をあれしてます、乾燥させるの防いでます。今時期って書いてるのこれ、今時期ちょっと漢字分からん、乾燥って珍しくない、私ね年がら年中乾燥してるんですよ、目、前髪多くなりました。で、ミダイズって、あ、そう、え、何やったっけな、なんかちょっとあんま覚えてないんですけど、なんかアイメイクみたい、あ、なんかよくわかんない、アイクリームみたいなあって、それを今毎晩塗ってます。そう、めちゃくちゃ乾燥肌です。この間もメイクしてる時鼻の皮むけたりとかめちゃくちゃあるんで、すっかりお姉さんになったね、騒いでた子が懐かしく悲しいか寂しいかも。そうですね、もうなんか騒ぐ体力もなくなりました。今はイソフラボンかな、かなですかね。それを保湿クリームね、パックとかしたりしてますね。一応次もまたオンラインお話し会で会えるように頑張ります。私も楽しみに待ってます、来てもらえるように。なんかねメイクしててめくれるんじゃなくて普通にもう乾燥してめくれてるんですよ、鼻の皮が。よくありますよ私そういうの、乾燥とか、人間なので。今ではケイト未来と楽屋で騒いでるイメージだったが、違う、普通にその楽屋では騒ぐけど、こういう配信とか一人でやるときはなんかよっぽどのことがない限りうわーとかはならへんかも。そうね、グループお話し会私はまたしたいです。あ、人見知りですがお話し会参加します。もう全然全然来てください、ぜひぜひ。あ、懐かしい、ココナとハンドクリームで爆笑してたのありましたね。そんな、こんばんは、こんばんは。サイン会当てたいね、いっぱい言ってくださって嬉しいです。 DM でもいっぱい来ます、サイン会当てたいって、ありがたい。初めてなのでお願いします。わかりました。グループ話し会楽しかったけど楽しいには辛い、嬉しい。次のシングルゆずとの話初めて言いました、ありがとうございます、嬉しい。そう、たくさんの方がお話し会初めて撮りましたって言ってくださってめちゃくちゃ嬉しいです、ありがたい。じゃあもうそろそろ終わろうと思います。あともうちょっとで始まっちゃうさやかさんのラジオが、皆さんもぜひ聞いてください、ラブスター。よし、じゃあランキング発表しますね。13位、学節さん、ありがとうございます。12位、エイジアとエイジさん、ありがとうございます。11位、やばい、もう漢字がわからへん、なんて書いてるんですか。
これちょっと後で読みますね、教えてください誰か。10位野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。9位みきさん、ありがとうございます。8位ざんたくさん、ありがとうございます。7位あさがさん、ありがとうございます。6位なっちゃん、ありがとうございます。5位こにたんさん、ありがとうございます。4位くまさん、ありがとうございます。3位トマト大好きユーザーさん、ありがとうございます。2位 NMB 箱押しさん、ありがとうございます。そして1位はガルザーさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。なんて書いてんやろ、10位の人羽にどれか分かりますか。11位か、なんて書いてんやろ、11位の人教えてください。羽にむず漢字、ハーソールさん11位の方分かりますか、名前が難しい。ご本人様、ハーソールさん、ハーソーリーさん、分からへん感じが、本人いないんかな。あ、ついさっきブブカで新しい写真上がった、見てくださいぜひ。むずいよな、なんて書いてんやろ、ハソルさんかな。ハソルさん合ってるかな、もし間違ったらごめんなさい。ハソルさんありがとうございます。皆さんありがとうございます。あ、新しいポストカードが出るんですね。じゃあ皆さんまたぜひチェックしてください。はハソルさんが間違ったらごめんなさい、本当にありがとうございます。皆さんぜひぜひ、ゆすりさんそれ全然ちゃうやん、待って、はずはず、ゆすりさんかな、ごめんなさい間違ったら、もうゆすりさんありがとうございます。ちょっとまた名前教えてください。皆さんぜひブブカさん新しい写真上がったみたいなので見てください。またショールームに上がったな、恥ずかしい。ということで皆さん今日もありがとうございました。また配信するので見てくださると嬉しいです。ありがとうございます。ゆずも見に行ってこい写真。じゃあね、ありがとうございました。皆さん一緒にあれ聞きましょう、ラブスター。お疲れさ